さあ、ラストの武器は来たぜベイベー。一発しか使えないというね、ある意味縛りプレイだよね。まあ、と言いつつやっぱり一発一発の重みっていうのは、まあ、なかなかその前回までとか前々回まで使ってたハンドガンと比べたら相当、ね、重いものになるとは思うので、そんなに時間はかからないと信じているんですが、一発でこいつを打ちのめすことができない時点でもしかして実は威力って大したことがないっていうオチだったんですけど、やったとすると結構不安なんだけど大丈夫かな。死んだ死んだね、死んだ。いやでもこれ生きてんだな、それが生きてんだな。あ、そしてあれだね、対して爆風の威力というかその爆風によるなんか周辺ダメージっていうのも大したことがなさそうだな。これ大丈夫かな。お前の役目は勝つき、まあでもね、それっぽいところに打ち合ってたらなんとなく倒せるんじゃないかと思うけどね。10形態10発ずつくらい当てたら勝てる。ああ違う、 3発くらいだった。あ、じゃあやっぱ威力は強いんだな。あれそれともあれか、なんだっけ、あのゾンビみたいなやつ、素晴らしいゾンビ。俺だけは許さない。あいつ自体もどうしてわからないんだ、ローズはお前の娘なんかじゃない、俺のことだ。ああ、上のところに登る間もなく、あ、とか今気づいたら、そうだ、金庫のせいで行かれたんだ。あれがいるんだね、四貴族の銅像じゃないけど、なんかそれっぽいやつが。あ、でもこれあれだ、ここ、え、痛い痛い、あ、なに、なんだ、ちょっと何が起こったかよく分かんなかった。さあ、死ねえ。あ、そうそう、違う、あれ真ん中でテロ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 するやつになってなかった。おー、そうだそうだ、我が呼びかけに、これはどうなんだ、一発で、いけたね。ない、集まる、集合する場所がないのになんかこうやられてるから。じゃあこれで抜いて刺して、あとは全て私に託す。さあ、じゃあこれであとそうはいくか。貧困とローズが真に一つとなると、我が愛する娘は再び蘇る。私は100年待ちわびた、100年だ。さすがにこれは阻まれてるか。このグレネードランチを使っているとさ、あれを思い出すんだよね、ターミネーター2。ターミネーター2をね、一発一発込めて放っていく。しぶといもん、吐き気がする。しぶといもん、吐き気がするっていう。なぜ邪魔を、吐き気がしてるのは多分ね、あのね、爆弾を食らいすぎてね、ローズを手に入れてどうなる。生きていくのが大変な状態で、ローズは俺の娘だ、るからかもしれない。ふざけるな。僕がしぶといかどうかっていう話はまた別と思うので、どんどんずらさないでもらえますかっていう。違う、そう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 、どっかのなんとか雪さんになっちゃう。あー、やばい、外した。これまずい。オッケー、セーフ。思わずビビってガードかもしれない。飛んでくるー、痛い。こんな不毛な戦いを負け。あ、そっか、これはこれ自体はいいけど、これで戦うの自体はいいけど、あれだね、最後のさ、3発さ、右手左手両手であちょーっていうタイミングの時にさ、確か一発ずつのあれでうまく防ぐことができるのか、タイミングが早すぎてもダメージ食らうことになるのか、それがお前の本質だからだよ。そこでどんどんお前は誰も愛せやしないんだ。あのタイミングになった時って気になるのが、あの、もし万が一ずっと食らい続けてるってなった時に回復薬って使えるのかな。私の夢を叶えてくれる。あ、違う、まあ、叶えていただくのはもう好きにしたらいいんだけどさ、それをさ、一般人巻き込んで自分たちの中だけでやってけっちゅう話だね。タチ、ごめん、タチっていなかったね。4ケースに移動しただけだから、自分でなんとかしてくださいよって話。もう終わりにしよう。まあちょっと無駄だと分かっていつつも、なんか隙間からバコ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 って、実はなんかこうちょっとその爆風のダメージで暗く取れるんじゃないかっていう、あのわずかな希望をね残す。とりあえずそろそろ終わらないかな。あれやつどこ行った。振り返ればやつがいる。ああ、振り返らなくても上に飛んでいたわ。ほい、じっとしている。あ、もしかしたらまた来る。あ、沈んだ。ついに願いが叶う。飛んでる。
うわぁ、金婚翼を授ける。オッケー、我が対岸は誰にも邪魔は邪魔してないですよ。俺もね、ただ単に娘を返してって言ってるだけだから。これで貴様も終わりだ。お互いになんかこう、なんかもう食い違ってるから、はい、よっしゃ。二度とこの私の邪魔をできる。あ、やばい、これまずい。で、たまたま、あ、そうか、これ、あ、やっぱそうだよね。これなぜか、あれだよね、普通のハンドガンとかだったら無限武器扱いになってる。なぜかこれだけは、オーケー。あ、ちょ、なぜか無限武器じゃなくて、一発装填型の武器になってる。あれ、おかしくね、なんでグレーランだけ仕様がそうなってる。はい、まあ、とりあえず楽しかったんでね。はい、ということでね、最後まで今回のご視聴ありがとうございました。あのグレネードランチャーウィルキャップやっぱりすげえなって思われた方は、ぜひチャンネル登録ボタンを押して応援していただけたら嬉しいでゴンス。ということで、ね、本日も最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回パーツでお会いいたしましょう。それではこの辺でお疲れ様でした。さよなら、バイバイ。崩れ落ちる母なる